天下三番893番鳥木太郎です。本日のお話は大阪の会長、片木の方なんですけど、この会長のね話をしたい。ヤクザの人じゃないんですよ。私ね、大阪時代はね本当にあんまりいい思い出がないですよ。その中でもね、この人だけの思い出はね割といいというか楽しかったっていう思い出なんですね。あることで知り合ったんです。この方は不動産とか株とか投資とかそういうような、まだね時代もいい頃でね、めちゃくちゃ羽振りが良かった。何にも用事がないんですよ、正直言って。こっちは。用事はないけど、いい時間見計らって電話して、あ、太郎です。会長、元気してますかみたいな。で、あ、忙しそうだ。おう、今忙しいからって。暇だった。おう、何しとるんだ。いや、今、ちょっと時間ありまして。おう、そうか。じゃ来るかとか言うと、もう、それ来るかって言われるの、もうそういうことなんですよ。じゃあ行きますって、どこどこだって言って、もう食事をさせてもらって、ね、合流して飲みに行く。そうそう、もう、南をね、歩くと、いやー、それはね、お金をたくさん使ってるから、みんなその、店のキャッチの人とか入り口立ってもみんな挨拶。違うんです。もう、ヤクザよりヤクザ。で、もう、車なんかも運転するんで、もこっち運転しますよって、いや、いいから、もう、ここはわしの庭だからって、もう乗れっつって言って。まあ、それはすごいいい車乗って。で、普通さ、今じゃないですよ。南の何ですか、千日前通りとか、アーケードになってるけど、その、御堂筋と栄筋の方向から一方通行で行こうと思うと、そこの、なんて言うんですか、抜けるじゃないですか。要するに、途中で通るわけですよね。それで人がさ、すごいずっと歩いてるから、そら、自分なんか、いつ行ったらいいんだろうと思って、もう、その会場なんか、パッパッパッってなりして、いいんですかと。いや、これが、南の挨拶ですわ、みたいな。これでええんですわ、みたいな。まあ、確かに、自分も大阪行ってびっくりしたのは、普通に歩いてたら、自転車でチャリンチャリンって鳴らされるから、びっくりして避けると、そっちに来るって。もう、とにかく、行くぞって、通るぞって挨拶なんで、今はそんなことさすがにないと思いますけど、いや、すげえな、場所が変わればと思って。ね、もう、いろんなところに行って、例えばですね、飲みに行って、電気でバーンと払うから、もう釣り合いられない取っとけみたいなのはいいんだけど、喫茶店とか行っても、さすがにする、ちゃんとしたところのレジだと、釣りはいらないなんて言えないんですよね。そういう時に、その会長は、釣り業者持ってきてやー、みたいな。いや、すげえこと言うな。お釣りはな、餃子持ってきてくれよとか言うと、さすが大阪の女の人が、はい、わかりましたとか言って、いつも通り餃子持ってきますみたいなこと。普通さ、これ、東京とか、中部地方とかで行ったら、場合によってはさ、脅しになっちゃう。釣りたくさん持ってこい。東京で行ったらええみたいな。でもそれが通るんですよね、もう。そんなね、思い出がありますよ。やっぱり大阪は違うなと思って。ね、ちょっと、年代がね、上なんだよ。やっぱり昔のね、こうだった、ああだった、大阪のこの今までの歴代の有名な方たちとのお付き合いがあるのでね、こういろいろそのお話をしてくれて、自分らから見たら全然上の人でも、その会長から見たら、まあ友達なんで、おい、今から呼んだるからとか言って、お前も、じゃちょっと待ってくださいと。それだといろいろ難しいバランスが、こっちもいろいろなその同じ組織内でも、いろんな派閥関係の微妙なことがあるんで、私を可愛がってもらえるのはいいんだけど、誰それ紹介してもらうのはちょっとまずいことがあるけど、会長お構いなしなんで。だけど、その時に、なんて言ったらいいのかな、そういうようなことがあるんですね。要は、自分より一角上の人たちがお友達だったりするんで、なかなかそういうこともあって、いや、それはいいですわって、お前遠慮するなよみたいな形で、自分東京の人間じゃ、お前関東の人間、お前それそんなんじゃ大阪で飯食ってけんぞみたいなこと言われて、いや自分関東ではないんですけどって思うけど、もう余計なこと言うとめんどくさいので、そうですねって言って、もう標準語を使ってみますからね。まあね、まあそんな、まあその会場はね、どうしてるのかな。この方だけは会ってみたい。もうこの元気にしてる、多分絶対 YouTube なんか見んと思うし、わからないと思うんで、こんなになりましたよ。多分今、肩気になって、こういうことやったって、おー、そうかって言ってくれると思うんだけど、名前言うわけにもいかないし、今までちょっと違うテイストでお話しさせてもらった。大阪時代でもいい思い出があるっていう話でね、ちょっと短いですけど、ちょっとこれ、ふっと思い出したんで。行ってみた。大阪の、そう。大阪のね、なんか悪口ばっかりずっと言ってたから、大阪の女の人が。うん、やっぱり強烈なんだよな。いろんな意味で強烈だっていう意味です。はい、以上です。